まっちゃん、エフタプロ、こんにちは。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 太平クラブ成田コース所属の藤田祐樹プロです。藤田です。お願いします。お願いします。お願いします。まあ、まっちゃん、松本祐樹が。はい、いつも通り。いつも通りですね。めちゃくちゃ嬉しいご報告が、お二人からあります。はい。二人からなんですよ。そうですね。はい。残念ながら僕は報告できないんですけれども、はい。まず、藤田くんから。はい、言ってもらっていいですか。私たちたちですね。はい、はい、皆さんがよくテレビで見るトーナメントがあって、その下に男子プロたちが下部ツアーとして、うん、アメンマ TV ツアーっていうのが、うん、あるんですが、アメンマツアーね、はい、うん、そこに、我々が、参戦することが決定いたしました。おめでとうございます。でそれがまたですね、はい、5月25日からはい、27日の太平洋クラブチャレンジトーナメント、はい、ね、太平洋クラブで2人が働いてて、はい、でトーナメントにデビュー戦だよね。デビュー戦です。そう、まあ、藤田プロも、まあ、まっちゃんのデビュー戦、はい、一緒の時期にねえ、デビューが一緒ってのはなんかちょっと嬉しいような、なんかちょっと嫌なような。いやいや、まあこれね、まあ一緒にやってきて、はい、まあ藤田プロはね、あのプロテスト合格してて、はい、まっちゃんまだプロテスト合格してないけど、はい、まあまあそういうチャレンジトーナメントとか、はい、まあ、アベマツアーっていうのは予選会っていうのがあって、はい、まあ、僕たちね3人とも QT がダメだったんで、はい、まあ、自力で出ることができないんですけれども、はい、太平クラブさんとか、まあ、アベマツアーの方がね、はい、予選会を開いてくれてるんですよ、はい、100人出て5人通過とかの結構狭いです、ね、で通ったらガッツポーズですね。そうだよね。でそこで、藤田くんは太平洋クラブ成田コースで受けた予選会で、まあ、2位通過。おめでとうございます。いや、もう自力で勝ち取ったというか、嬉しいですね。いやいや、本当になかなかやっぱり今ね、通過することができなくて、はい、出ることさえ難しい、アベマツアーに ね、 そうですね、自力で予選会を突破して、はい、で藤田君は今何歳になったんですか。32歳になりました。32歳、はい、いいお年ですもん。いやいや、でもなかなかね、やっぱりそのデビューできないまま、はい、本当にこうプロ生活を終えるっていうのも普通なことで、はい、なかなかねデビューできないですけど、まあ、そこを自分で勝ち取って予選会2位通過で、100人中2位通過でねすごいですね。まあ、その時僕とまちゃんは落ちてて前半は勝ったんですね。そう、前半はとかないんでゴールは18ホールなんで、そうですね、で通って、はい、で次にあと2回予選会あったんだけど、それ、はい、まあ僕とまちゃん行って、はい、まあ両方落ちて両方落ちたんですよ。落ちたんですけど、はい、まっちゃんは、まあ、太平クラブのね、従業員ということで、はい、まあ、プロを目指して、はい、従業員だよね、はい、で台風にはプロもいて、まあ、研修生もいて、はい、でその中で、まあ、誰か推薦しますよと、はい、いうことで、まあ、台風クラブさんが、はい、松本裕介君は推薦していただけるということで。ありがとうございます。そうですね。残念ながら、ね、僕ね、太平洋クラブの従業員じゃないんですよ、僕。いや、残念ですね。僕はね、本当に練習させていただいてるだけなんで、はい、まあ、太平クラブさんのご厚意でね、練習させていただいてるんですけど、はい、まあ、2人はね、従業員として働いて、はい、で、太平洋のチャレンジでデビュー戦と。まあ、でも本当、ね、太平洋のスタッフなので、うん、嬉しいですね。ある意味、一番出たい試合というか。そうだよね、やっぱりこう、で、大会盛り上げてさ、はい、でやっぱりメンバーさんも応援来てくれるし、でそうですね、で今日を機にめちゃくちゃ応援来てくれると思うんだよね。もうね、皆さん休み取ってくれますかね。皆さん休み取ってくると思いますよ。25、26、27なんですよ。はい、そうですね。25、26とりあえず休み取ってほしいなと。いやいや、そうなんですよ、はい、まずはですね、まず予選2日間があって、はい、で決勝ラウンド1日なんですよ、はい、で、まあ、25、26、まあ、平日なんで、まあ、ちょっと休みね、はい、取りづらい方もいるかもしれないですけど、はい、まあ、まっちゃんの応援ということで。そうですね、まあ、アベマ TV ツアーは入場料が太平洋今回に関しては無料で、無料だよね、はい、ね、なんで、気軽にね、はい、来れるんで、そうですね、ぜひまっちゃんと藤田プロ応援に、まあ、当日は僕出れないですけど、はい、まあ、僕もやっぱ行ってさ、やっぱりまっちゃんのデビュー戦を、いやもう見届けないと。朝一見てほしいですね。朝一ね、はい、やっぱり多分緊張すると思うんだよ。いやもう僕多分真っ白になってると思います。もう多分周り見えてないんで、周り見えてない、マッコさんが多分すぐそこにいても全然気づかないと思います。気づかないよね。いや、これはね、本当にこう、まあ嬉しいというかね、はい、
まあ僕の中では半分悔しい面もありますけど、まあでもやっぱ2人がこうやってデビューしてくれることは非常に嬉しいことなんであとはしっかり予選を通過して、いやまあそうですね、大会を盛り上げてほしいと思いますんでね、はい、そうね、しっかり頼みますよ場所言ってなかったね、場所は太陽クラブ江南コース、はい、埼玉県にありますから、はい、まあ、あの割とね都心からも近いし、はい、まあ、成田からでもね2時間もあれば行けますし ね、 そうですね、まあ、あの皆さん応援にね、はい、来てほしいなと全然声かけてねいただいてね、いやちゃんともあの藤田君も、はい、ちゃんとサインペン持ってね書いたことないんですよね僕正直いや3本ぐらい持ってますよ、そういう3本ぐらい全部出なくなっちゃういやいや、まあ、あの詳しくはね、あのアベマツアー、まあ、JGTO のホームページとか、はい、あ太平洋クラブさんの方でも多分ホームページがあると思うんで、はい、まあ、そちらを見ていただければ出場者とかね、はい、出ると思うね、プロフィールも出ると思うんでね、いやー本当緊張します、もう本当にあの推薦いただいた日から、うん、いやもうナーバスになってるもんねいやもうドキドキしてるんですよそうだこれね誰にも言ってないんですよ視聴者さん誰にも誰にも言ってないです、あそうなんですね、そうそう、まだ誰にも言ってなくて、言いたかったんですよ、まだもう舞い上がってるね、まっちゃんのことですからもうみんなにもう不意調してるのかないやいやいやもう本当に言いたかったんだけど、ね、やっぱり動画で発表して、はい、やっぱり盛り上がってほしいなそうですね、これまだ動画出るまで言えないですよ、またそうそうだね、ゴールデンウィークぐらいに出す予定なんですよ、あそうなんですね、じゃあちょっとしばらくここですね、そうそうそう、だからこそより溜まってるんですよ、より溜まってるんですよね、だからまっちゃんはまあ藤田君はねもうプロテスト合格してるからあれなんだけど、はい、まっちゃんは6月の終わりにプロテストあるじゃないですか、はい、あそれでもナーバスになってるし、はい、まあ、チャレンジもナーバスになってるどうしよう本当にどうしようかなみたいなでもあれですよね、テスト前にこういういい緊張感があってちゃんと組み立てるゲームの試合があるのは本当、ね、今年のテストはすごい期待というか楽しみな部分ですよね、そうなんですよ、だからこうやって2日間3日間やれる試合っていうのはないからないですよね、はい、うん、まあその辺をね、まあだから頑張ってもらってね、はい、やってほしいなと思います、あの僕の話だけではちょっといいですかカメラ変わりましょうか、もうカメラ出なくて大丈夫です僕はまあ一応ね、一応なんかその、はい、のハディカップっていうのがあって ありますね、はい、5月の10、11に、はい、埼玉県の鴻巣かな、はい、うん、であの、まあ、優勝240万ぐらいの、まあ、試合に出るんで、それギャラリー入れるかどうかちょっとわからないんですけど、はい、その予選は僕が通過して出れるんで、おめでとうございます、あ、まあ、テンション低いっすね人のことはもう規模的には一緒なんだけど、まあでもトーナメントという意味ではね、そうですね、僕はアベマツアーのこうツアーへの道だから、はい、まあ、僕はそっちでまず頑張ってますから、まあ、2人もしっかり練習して、もしでもそれギャラリーとして行くんだったら、うん、ね、まあ、入れればね、面白いですよね、面白いですよね、はい、またその辺は皆さん調べていただいて僕はひっそりと頑張ってますからアベマツアーの方はね2人が盛り上げて、そうですね、アプリで無料で見られるそうなので、うん、ああそうだね、はい、アベマのね、アベマのアプリで、はい、アプリで、はい、まっちゃんとかね、藤田君の、いやでもまっちゃんなんかね、こうやってこう視聴者さんがいっぱいいているからね、ピックアップされる可能性かなり高いですよね、ピックアップされる可能性あるし、そのそういう組み合わせになる可能性もあるあ、そういうことですね、やっぱりそういう盛り上げ役じゃないけど、はい、あるから、まあまあその辺もめちゃくちゃ緊張するんですけどいやー藤田君も緊張すると思うんだよね、はい、まあでも藤田君の場合はティーショット上手だから、そうですね、その朝一のティーショットとかは多分そんなないと思うんですよ、まっちゃんの場合はね朝一のティーショットが心配なんですよね震えちゃいますよ本当に震えるよね、はい、ギャラリー見てこうバーっていたらもう余計、100人ぐらい来ていただける可能性もありますもんね、マッチャーだったらやっぱりあるしね、緊張しますね、まさかの同じ組っていうのもあるかもしれないからね、2人、いやでも確かにそうですよね、いやあるよ、やっぱ太平洋クラブとして出てるから、そう、そうですよね、はい、うん、その辺は、ね、太平洋クラブの、ウェアを着て今回参戦ということで、そうですね、ね、はい、やっぱりしっかり頑張ってね、はい、やってほしいと思います、そんなことで、じゃあ意気込みをじゃあマッチャンから最後一言だけ、はい、皆さん必ずいいゴルフ見せるんで応援よろしくお願いしますありがとうございますじゃあ藤田プロお願いします順番逆の方が良かったよね、いやいや、やった後にちょっと僕やりづらいんですけど、なんかあの、まあ、あの自分できることを精一杯やらせていただきますので、はい、あの爪痕残していきますのでぜひ結果を見ておいてください頑張りましょう、はい、ということで今日はすごく嬉しい報告でした、ありがとうございました、ありがとうございました。